いないかまるのかうるくくい会いに構えねえピリアロケアラマップはないかまかにあへ。はい、アロハー。始まりましたね、はい、宿多摩の、ハワイアン星、はい、茅ヶ崎これは、どんな番組ですかね。そうですね、これは、うん、茅ヶ崎で、ハワイのね、あの情報を、うん、出す、皆さんにね、はい、あのハワイどっぷりじゃない方も、はい、みんな楽しめるような感じの番組を、ね、まあ、窓口みたいな感じになれたらいいと思いますね。そう、はい、これを機になんか、はい、ハワイ好きになってくれたらいいな、はい、みたいな感じですね。はい、はい、で、スクタマって言っても知らない人がいっぱいいると思うんですが、はい、そうですね、はい、自己紹介でお願いします。はい、今ね、ウクレレ弾いてますけども、ウクレレとボーカルのスクワートです。よろしくお願いします。はい、で、フラを踊ってます、羽織玉です。よろしくお願いします。それで2人合わせてスク&玉です。スク玉、はい、スク玉で覚えてもらった方が分かりやすいかな。そうですね、はい、うん、ですね、はい、はい、それでは今日はなんと第1回目の放送でスペシャルゲストということで、はい、なんとかっこいい鐘ダンサーに来てもらいました。カズです。また今日も決まっちゃってますね。この後ね、踊ってもらいますんでね、楽しみにしててください。ね、はい、皆さんちょっと待っててくださいね。はいはい、それではこの番組は、はい、ハワイアンジュエリーショップアロアロさんの提供でお送りします。はい、っていうのをやってみたかったんですね。そうなんです。それでね、やってみたいだけなんですか。ちゃんと紹介しないと。あ、はい、で、はい、ちょっとアロアロさんにお願いしに行って、ね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おー、やったー。誰だろう。うん、で、そのアロアロさんのご紹介なんですけれども、はい、うん、これはまだブレインがまだいい。アロハ、あ、じゃない、アロアロハワイアンジュエリーさんは、はい、どこですか、場所は。あのですね、茅ヶ崎のね、鉄砲通りにあるんですよね。はい、何でしたっけ、ローソンの近くですかね。うん、はい、にありますね。そう、駅から、なんて言ったらいいの、雄三通りで鉄砲道道で、鉄砲通り、横に出てる、ね、うん、こっち左側、はい、うん、しばらく行ったところですね。はい、で、なんとホノルにも店舗があるんですよ。そうなんですか。うん、知ってました。すごいですね。いや、知らなかったです。そう、本当ね、はい、本格ハワイアンジュエリーの専門店なんですけれども、はい、あのハワイの現地価格で、はい、オーダーメイドのジュエリーを販売してらっしゃる。はい、そうですね、安いですよね、うん、こちらのお店はね。そうなんですよね。私たちも最初行った時ね、はい、ってびっくりしたんですよね。はい、うん、で、そのハワイ店の方でご購入の方でも、はい、あの保証は日本で受け付けているということですので、はい、ぜひあの足を運んでいただきたいと思うんですけれどもね。はい、で、アロアロさんは、他にも実はイベントの、はい、方主催されてらっしゃるんですけどね。はい、横浜大桟橋で年2回開催しております、はい、あのカフラフォアですね、フラダンスイベントなんですけれども、はい、こちらの方も主催されていて、はい、今回そのなんとカフラフォアとハワイ、専門の旅行代理店、はい、テルミクラブさん、ちょっと待ってくださいね、うん、あのカフラフォアのちょっと説明がどんな、ね、どんなのをやってるんですかね。うん、それを先にした方がいいですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。こちら、横浜大桟橋ホールで開かれております、はい、裏の、ね、教室の人たちが撮っていますね。後ろが、ね、海なんで す,、ね、すごい、うん、あれですよね、素敵なステージですよね、ここもね、はい、うん、で、今回その、はい、ワークショップがあるということで、はい、まあ、で大桟橋 で, 大桟橋で、はい、ここで日本でやるんですけど、はい、それがあのなんとこの、はい、私の先生の組むであります、はい、ブレインケアですね、はい、うん、
フレンキアかっこいいですね惚れちゃいますねとか言って、ブレインのワークが受けられるっていうことなんですけれども、はい、はい、それとですね、それの後に、はい、うん、この、まあ、ワークから何か始まるんですけれども、はい、それがこのこれですね、第7回、はい、インターナショナルワイキキフラカンファレンス、はい、こちらの方の、はい、ツアーですね、これはあれですか、ホノルルの方に行って、そう、ハワイに行って、はい、これ、そのブレインが昔やってた、はい、エピリカ校とかみたいな感じのイベントだと思うんですけど、はい、教わるんですね、そうですね、はい、いろんなクム、はい、うん、ハワイ中の、そうそうそう、はい、ハラウを超えて、はい、学びましょうみたいな感じの、はい、いろんな先生から、はい、指導が受けられるという、はい、で、なおかつこれに参加をすると、はい、なんかどっか踊れるとかって、はい、そうですか、はい、そうなんですよ、はい、向こうで、ステージ立てるっていうことが、はい、いいですね、ハワイのね、ステージで踊れる、行きたい、スコ踊りたい、いやいやいや歌いたいですけどね、歌いたい、はい、うん、まあそういう、はい、なんかそういうのもあるのかな、はい、それでテルミクラブというところをやってるんですか、そうですね、はい、テルミクラブさん、はい、ハワイの専門の旅行会社さんですね、はい、こちら、まあ、お値段もね、うん、こうリーズナブルな、まあ、見えないけど、はい、まあ、結構リーズナブルなお値段で、そうそうそう、詳しくはあれですね、はい、フェイスブックとかでもあるし、このタフラフォアの、そう、はい、うん、アロアロさんのホームページでもいいですし、はいはい、カフラフォアのホームページ、はいはい、開いていただければ詳しい内容が出てるので、それを見てもらうのが一番いいかなと思いますね、はい、はい、はい、という感じで、今回はこちらの紹介をさせていただきましたが、はい、また、カフラファーの方の、報告っていうか、今度24、25の、はい、レポートみたいのもなんか、ね、次回ね、はい、いただけたらなと思っております、はい、思います、はい、はい、ということで、アロアロさんのコーナーでした、はい、でした、はい、で、じゃあね、次のコーナーなんですけども、はい、何ありますか、ね、うん、今回ゴールデンウィーク始まってからね、茅ヶ崎で、そう、茅ヶ崎の夏が始まるイベントですよね、はいはい、大岡越前祭があって、はい、湘南祭があって、はい、まあ、昨日今日とやっているアロハマーケット、はい、これが始まると本当なんか茅ヶ崎は夏が来たなっていう感じなんですけど、はい、そうですね、うん、ね、ゴールデンウィーク期間中はね、なんかね、茅ヶ崎はハワイ一色になるみたいな、ね、感じがしますよね、はい、そう、本当にね、この時期からね、すごい暖かくなって、なんか日焼けとかもできるし、もう俺もね、真っ黒ですけど、はい、そう、夏を、オルルさんからね、見てるあるよって来てますよ、おー、どうした、はい、ありがとうございますはい、そうですね、はい、じゃあその、まあ、我々も今回、はい、参加をさせていただきましたが、はい、ね、湘南祭の方のレポートを、はい、してきたので、ちょっと見ていただきたいと思いますが、じゃあ、はい、VTR マーカーマーカーマーカーかわいいかほらイブはないほっぺパーケクメラの手折れなれがるまわりへということで、26日、4月26日でしたよね、参加しましたですね、はい、トレースの、はい、ヒーサー、うん、同級生なんですけど、2人でね、バンド組ませてもらって、はい、でこっちの、Cステージっていうそうですね、海をバックに、うん、本当に、ね、気持ちよかったですね、そう、すごい綺麗なんですよ、だって背中にエボシ背負っちゃうんですよ、そうですよエボシ背負って踊っちゃうんですよ、今日は湘南祭の2日目のレポートに来ています、湘南祭Cステージを取り仕切ってくださってるケイチさんです、よろしくお願いします、よろしくお願いします、今度、スクトモで、
茅ヶ崎テレビでなんだっけハワイアン星茅ヶ崎という番組をやることになりました。その第1回目の放送で、はい、今回この湘南祭のレポートをしたいんですけれども、はい、湘南祭は始まってから何年くらい？もうね、20年以上は経ってると思う。20年以上、もうかなり。あ、すごいですよね。いつもね、すごい人で、ハワイアンのイベント、あのステージもいっぱいある。そうですね、あのハワイアンを持ったより、いろんなステージがあって、メインステージはハワイアンのフラダンス、はい、のステージなんかも、華やかな、ね、ステージなんかもあって、ここはこのサザンシーステージっていう、このステージを担当させていただいて、こっちは生バンド、生バンド、ね、そうのステージになって、はい、昨日もね、お邪魔させていただきましたが、楽しかったですね。海のほとなんていうのかな、海バック、そうね、風も気持ちよくて、ね、星山がバックじゃないですか、またすごい気持ちいいですよね、うん、はい、今日もいろんなのがあると思うんですけれども、はい、また楽しませていただきたいと思います。ありがとうございます。またよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ケイさんのね、いい感じでしたね。そうですね、かわいいですね。これは何ですかね、食べない。あ、そうですね、そう、ちょっとたまに、こっちはエリスですね。そうですね、あ、ありがとうございます、清水さん。これはね、男性のブラ、男性のブラって何ですか？金、金の、うん、はい、金のブラですね、はい、うん、あ、これはあれだ、ちょっと小川先生のところだ、うん、小川先生のところ、ね、これはバックからですね、うん、こんな感じでね、僕はね、いつも見てるんですよ、ね、あー、そうなんだ、いいでしょ、背中をすごいっすね、すね、はい、鹿の角さんの、はい、ね、すごかったですね。こんな感じでね、海をバックに、エコライブシロのね、うん、うん、映ってる映ってるね、はい、そう、いいね、鹿さんたちのとこもね、はい、すごかったですね、はい、金の人たちとね、そうですね、ケーキちゃんとね、はい、満員御礼でね、すごい盛り上がってましたけど、はい、ね、楽しかったね、はい、2日間ね、ずっと入り浸って、これは何ですか ね、ハワイの、あ、キラウエア火山、火山のところだった、はい、うん、そうね、これはアロハシャツのね、専門店、あ、いつもお世話になってるところですね、はい、うん、そう、お店もね、いっぱい出るんですよ ね、これはホノルルとね、茅ヶ崎が友好都市になる、そうそうそう、ね、そういうなんか噂がありましてね、はいはい、それなんかすっごい楽しみなんですけど、ね、ちょっとこれ、これこのステッカーね、ビールかな、エゴシーはね、チャイニーズマホアートだけどね、ハワイとチャイニーズハートどこにあるの、チャイニーズ、羽根をちょっと上の方がいいから、ちょっくりですよね、ボシーはね、その楽しみな、ホノルルスマイトス計画、これもなんかまた、こっちの方の話をね、作りたいですよね、でこれがね、最後の
ください。あ、そうですね、ヒーさん大変なネタあるし、これはヒーさんのオリジナル曲にブラをつけたんですけどね、本人も感動してましたね。あ、よかった。そう、なんかハワイアンの曲だけじゃなくて、フラってなんかこういうこともできるんだよねっていう、こういうのがうちは多いですけどね、まあ、うちはね、日本語の歌多いですね。はい、はい、ということで、湘南祭のレポートをさせていただきました。またいろんなイベント、レポートさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ではここで皆様お待たせいたしました、カズの登場です。完全に一致です。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ、カズさんですね。はい。自己紹介を。そうですね。今、カネフラ、一生懸命、頑張って勉強してます。はい、フラダンサーのカズです。よろしくお願いします。カズはいくつぐらいからフラ始めた？いや、本当に、あんまりそんなに時間経ってなくて、6年前なんですよね、フラジャー。じゃあ僕とウクレレ始めた時期がほぼ一緒。一緒なんですね。あ、そうだよね、最初の頃にね、イベントで。最初に習ったその先生のところが、まあ、とてもしっかり、基礎から教えてくださったので、まあ、そこで軍隊のような軍隊すごい筋トレしてたもんね。そう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 、なんか話聞くとさ、なんか軍隊って本当思ったそうなんですよ、ね、大丈夫あ大丈夫ですそうね、具合悪かった、はい、そう、一昨日までね、はい、食中毒で、はい、え、食中毒だったの？そうそうそう、38度9分ぐらいだったんですよ、はい、うわ
でも頑張って、すごい本番に向けて調整をするところがあったので、ね、はい、頑張って調整しました。すごいな、ね、僕たちね、付き合い長いですけどね、何年ぐらいですね、やっぱ本当に5、6年だと、ね、僕はね、ちょうど1年経ったかぐらいの時だったと思うんで、はい、あの静岡のね、あのそうですね、お寺で ね最初に会いましたよね、でいきなりあのウクレレ弾いて踊りで、そう なんか突然そうだったっていうのが、出会い最初から突然でしたね、はい、でまあその後ね、うん、そう私もね、そうお教室っていうので、はい、そうなんや、どういうことそう、母みたいなお世話になっておりますそんなことがあったり、はい、ね、そのあとね、お二人がね、結婚してきまして、はい、あのその時に、まあ、そうですね、作ってって言ったら、本当に作ってくれてね、で今もね、家に飾ってあるんですよ、それが。そうそう、本当だい。あ、嬉しいな、なんかそんなだって、すごい素敵な。ウクレレの奥の、ウクレレの奥にこう飾ってあって、あ、本当、いつも見られる、嬉しい。ね、はい、お花もね、すごい素敵だと思う、ね。そうだよね、髪の毛僕だもんね。そうそうそう、うん、やってよかったですね。すごい。最近なぜかね、あのフェイスブックにそれが上がってきてるんですよね。そうなの、なんかね、突然ね。そうだ、懐かしいなってね、そう、それ見て思ったんだけど。そう、でもね、その時にも一曲踊らせてもらったんだけど、はい、その時とね、今日踊った槍の絵はね、はい、同じ目でなんだね。ねえ、ちょっとなんかうるっとか来ちゃったやっぱりね、あの2人がこういうのやってね、最初に呼ばれてるので、はい、まあ、何を踊るって言ったらもうこれしかないよって思って、ちょっとチョイスしてみました。あの当時と今ついてる先生が違うので、多少は多分振り違ったかなと思うんだけれども、基本のトラディショナルな曲なので、まあまあ似たようなところがあるかなっていう感じで、ね、でもこの曲はね、僕はね、途中111で大体歌ってるんですけど、カズさんはね、こう歌のあの上にね、パヘアっていうのを言ってくれる、ちゃんと言ってくれるんで、ね、歌いやすいっていうか、間違いないで歌いやすいんですけどね。あ、それもあのやっぱり先生たちに習うわけですよ。カフェは必ず言いなさいよって言わなければダメだよって、はいはい、ね、これがね、助かるんですよね。でも間違ったと言われるそうですね、つられて歌っちゃうんですよね。だからミュージシャンとやっぱりダンサーっていうのをこう掛け合わなきゃいけない、そうですね、共演ですからね。どちらかだけじゃダメな、ちゃんとフラが生きるように演奏したいなっていうのを日々勉強してますし、はい、そうですよね。さっきね、湘南才能でも言いそびれちゃったけど、はい、あのね、そういうミュージシャンとダンサーのそのコラボっていうのをね、すごく、はい、あのうちなんかもすごい意識してやってきてるんだけど、はい、あのただ踊るだけ、ただ弾くだけじゃない、ね、はい、だからね、たまに僕がね、ゆっくりになったり早くなったりするのもちゃんと対応してくれるんですよね。あのね、うちの子たちね、慣れてるよね。生音でやってるとね、そういうところがね、強いんですよね。そう、それで、まあ、僕の話になっちゃうんですけど、僕は今あのハワイ島にビッグアイランドに住んでいまして、フラワーマスターのプナヘレ・アンドリュードさんという人についていて、まあ、直接あのもろもろ習ったんですね。で今あの土曜日月、はい、2回ぐらいなんですけれども、はい、文局の方で、はい、でカネ、おお、いいね、僕は先生じゃないですよ、先生はあくまでもアンクルプナが、はい、クンプナが先生、はい、僕はそのサポートと、はい、いうことで、はい、やらさせていただいてますので、もうぜひもしカネに興味があったら、はい、ここまで、はい、こちらまで映ってないです。何とか言ってそれとね、もう一つちょっとね、はい、今日話したいなっていうのがあって、あの今度僕はあのイベントのオーガナイザーとかもやってるんですけど、はい、今度あのロドリゲスと一緒に、はい、ちょっとあるイベントを考えて、はい、それがですね、カネ&タネっていうイベントなんですね。はい、タネって何ですか？タネっていうのは、はい、タヒチアンの男性ダンサーのタネダンサーって言って、はい、でフラの、はい、男性ダンサーのことはカネダンサーって言うんですね。はい、うん、でタネでちょっとまあ有名な子でジョー君っていう子がいるんですけど、はい、そのジョー君と、はい、まあ、カネは僕、はい、とあとまあ何人かジョインして、はい、あのやってみようかなと思うので、はい、はい、で8月にちょっと予定してますので、はい、その時はまた、はい、直前にでも呼んでいただければありがたいなと、ね、場所とかね、熱いイベントだよね、はい、あ
暑くて楽しくて いつもね、あのお店の中ね満杯になりますもんね、あの種のイベント。そうですね、まあ、最近すごく注目されてるので、やっぱりみんなあの種の人口が増えてきてる。そうですね、ね、はい、やっぱりいろんな年齢があるんですよね、はい、0歳児じゃない2歳児ぐらいから、はい、上、僕の知ってる男性ダンサーだと77とか80ぐらいまで、はい、人もいますもんね、はい、で、まあ、老若男女、はい、何も問わずにステージとかで踊れたり表現できたりっていうのがとても魅力なのかなと思いますよね。ちょっと質問なんですけど、はい、子供男の子やるのの最初からその鐘の振りとかってやっぱりやってるんですよね。小さい男の子と、もちろん、うん、もちろんそうですね。はい、なんかそういうのでね、はい、じゃあ最初から、ね、習いに行った方がいい ね、ちっちゃいうちからね、まあ、それなんで、うん、まあ、今もしねフラをこれから始めたいなって思ってる人、うん、それはあの男性でも女性でもなんですけど、うん、もどうもぜひ、はい、まずねお近くの教室見たりとか、うん、いろいろイベント顔出してみたりとか で、うん、まあ、よくね自分に合ったところを選んで、うん、はい、で今やってる方はもうぜひぜひあのそのまま自分の道を突き詰めていただければなと思いますので、あの湘南祭で踊った鐘伝祭が一人に入ってきましたがそう、本当ね、もうまっすぐ進んでいってね、いただきたいなと思いますね。でね、あの鐘フラって結構かっこいいですもんね。なんか男のフラってね、あの全然そういう見てないでイメージするとなんだよみたいな感じだったんですけどね、実際見るとおーすげーって感じですよね。本当にそのギャップでね、やっぱみんなこう入っちゃうんでしょうね。そうですね、見るとね、はい、かっこいいもんね。そうですね、あの僕もそのあんまりこうなんて言うんでしょうね、インチクは詳しくは分からないんですけども、もともとフラって男性の踊り、男性しか踊らなかった踊りだっていうことですね。そういったこともあのうちの組のプナーからはすごい教わるんですけど、はい、まあ、話すとすごく長くなるので、多分次も来てもらわないと1時間ぐらいかかると思うので、ね、まあ、それはちょっと活躍させていただいて、はいはい、うん、じゃあそういう話もまたね、そうですね、ね、うん、来てもらわないと、はい、あの、うん、そういうのが知りたいなっていう人はもう個人的に僕のフェイスブックかなんかに、ね、でなんか花穂って言ってね、もう一曲踊れっていう曲があったんですけど ね、また次回、そうですね、あの、うん、お楽しみにっていうことでね、お時間もあ、ね、ありますんでね、また来てね、来てもらいたいですね、はい、次回はもう2曲3曲で行きますので、まあ、とか書いていただいてありがとうございます本当に、はい、ありがとうございます。次はもっとこう、はい、男っぽいやつとかね、はい、もうちょっとドタバタするやつとかね、はい、いろんなのがありますんで、かしことかもやってほしい。ね、それはなかなかちょっと厳しいですね。そこまでね。叩きながら。ではね、あのカズさんでした。本当にありがとうございました。ありがとうございました。うちの怪獣って言ってる、あの子じゃないか。思いますね、多分。キャーって言ってます。こんな感じでね、あの、これからハワイアン TV を、ね、茅ヶ崎をね、進めていきたいと思います。欲しい茅ヶ崎。欲しいです。これはね、結構恥ずかしいでやりたいんですけど。はい、あ、すぐの指でやると、なんかもう、欲しいじゃなくなるから。欲しいじゃないからね。はいはい、さあ、こんな感じで、はい、これからも、なんか皆さんと一緒に番組作っていきたいと思いますので、でね、はい、いろいろコメントとかもね、うん、コメントとかね、あとこんなのやってみたいのとかね、はい、うん、あと生中継的なのもなんかね、ちょっとやっちゃいたい。そんな計画もあるんですが、滑ったりした方が良かったですかね。パンチで滑ってやった方が良かったですね。それを受けたね。アクシデントの話だね。それをなんかバーってコメントした。そんな感じで、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。